ハワイの情報発信ヘネオチャンネル。今回は2023年10月に宿泊したアラモアナホテルの紹介になります。予約はリアリアバケーションレンタルを利用しました。サイトでの部屋の見方や実際の部屋との比較ができればと思います。いつもワイキキ方面のホテルに泊まっていましたが、アラモアナホテルも非常に良かったです。費用的にもお手頃でした。アラモアナホテルやレアリアバケーションレンタルをまだ利用されたことのない方は、ぜひ参考にしてくださいませ。さあ、今回泊まるアラモアナホテルの29階のお部屋です。思ったよりもサイトで見てたよりもすごい広い感じで、ベッドも大きくていい感じです。ちなみにもう早速ですけど、景色はこんな感じ。シティビューで海見えるやん。めちゃくちゃ海見えるやん。思ったより、これ丸々アラモアナセンターです。で、ニトリカメラがウォールマートで、そこの手前にも、なんでしょう、こんなものがあって、向こうのやつも前、ジムさんが YouTube で紹介してた、すごい高いマンションですね。こんな感じで景色もすごいしっかりと見えてがないかという感じで、で、改めまして、このワンルーム、広さはちょっとまた後で調べますけど、テロップとかで何平米的なやつね。この部屋の間取りです。316スクエアフィート、29.35 平方メートルで、もう一個分かりやすくすると、8.87 坪で約16畳。こちらベッドルームじゃなくて部屋全体のサイズです。比較として、アパホテルに例えるとデラックスツインのサイズぐらいです。で、こちらがお手洗い兼バス。あ、ちゃんと浴槽もある。まあサイトでは回転にしてたんですけどね。で、タオルとか一応アメニティも揃ってます。で、クローゼット、こんな感じ。ハンガーも結構6個あります。で、コーヒーメーカーと、あ、すごい、こんだけ使っていいってことなのかな。で、キッチンはない代わりに電子レンジ、古い回転式のと、あ、フォーク、すごい、なかなかの。これは、あ、これは開けたためです。で、冷蔵庫が。スイッチ入ってるの？うん、ついてます。こんな感じで。お皿とかは、コップとかは、揃ってます。で、こっちも、衣装的な感じの引き出しと、テレビと、ついてて、一応、気になるので、今フランスでホテルの部屋にダニが発生してニュースになってたんで、そこはちょっと、あ、そうか、トコジラミね、気になってたんですけど、いなさそうです。結構目視で分かるぐらい大きいって言ってたので、そこは大丈夫そうです。布団は幅は広いけど縦が結構短いイメージだね。なんかね。で、エアコンもついてて涼しい感じです。レアレアバケーションレンタルで検索をします。 HIS ハワイのサイトを選びます。こちらがサイトになります。私はいつもホテルから選んでいるので、このビル名のグループの中からアラモアナホテルを選択しています。このサイトでレンタルできる部屋の一覧が出てきます。
アラマダホテルは比較的部屋数が多いと思います。今回利用したのは2902のお部屋、左側2桁が階層で右側2桁が部屋番号、見たい部屋を選びます。こちらが部屋の情報になります。こちらと出てきます。で、部屋の空き情報についてはチェックインを選択すると利用可能な日程が表示されます。グレーは予約済みのところです。試しに3月5日を選択をしてチェックアウトを3月9日としてみます。人数も選びます。すると合計の金額と1泊あたりの金額が表示されます。次に画像ですが、こちらのホテルでは最初にホテルの共通画像が何枚か出てきます。右矢印で切り替えることもできます。周辺の施設や店舗情報も出てきます。あと部屋の情報も出てくるんですけど、先ほどのルームツアーと同じような感じで、部屋の情報が出てきます。こんな感じで部屋がチェックできます。だいたい同じような感じだと思います。その他の情報についてなんですが、ホテルの情報や部屋の注意事項が出ています。あと各設備の詳細が記載されていて、先ほどのベッドはクイーンサイズですよとか、 Wi-Fi は無料ですよとか、ラナイのテーブルは1つで椅子は2脚ですよとか、冷蔵庫、レンジ、コーヒーメーカーなどの設備がもうここのサイトの中で確認することができます。他にかかる費用の説明もこちらで、リゾートフィーとかですねも出てます。駐車場はホテルによりますけれども、使えるか使えないかとか、お金がかかるとかかからないとか、これもホテルや部屋によって異なるみたいです。で、部屋の位置なんですが、こちらマップが出てますので、エレベーターホールから近いとか、山側とか海側とか、どちら向きなのかっていうところもこれで確認ができます。アメニティの説明もあるんですが、宿泊日数が多い方であれば日本から持ち込んでそれを使うという方がおすすめです。あとは予約に関しての細かな情報が出てます。こちらアラマーナホテルの予約した期間なんですが、チェックインが10月の10日、チェックアウトが10月の17日で7泊9日でした。費用がこちら、基本宿泊料金が639ドル、こちらはサイトで出てくる金額とイコールです。あとはカードキーの発行手数料が50ドル、リゾートフィーが175ドルで、退室後の清掃費用150ドル、税金が182ドル、サービス料が 179.42 ドル、合計で1375ドル58セント。部屋の大きさであったり人数であったり、宿泊日数によって金額が変わるところと、固定の費用とあります。予約した時のレートが1ドル150円と考えると206,250円。あと別途航空券の手配も必要になります。これで言うと5も出てました。アラモアナセンターへは2階から直接入ることができます。こちらエレベーターホールを出て左に曲がってエスカレーターを降りると1階に行けるんですが、ここを右に曲がります。外に出ると目の前がアラマーナセンターになります。ちなみに喫煙所はこちらです。アラモアナセンターの駐車場がこちらです。この撮影は朝の8時だったので人も車も少ないですが、アラモアナセンターの営業時間内だと夜でも人通りがありました。ここを拠点にハワイを楽しんできています。いろいろ撮影をしてきましたので YouTube で配信していきます。まもなくメイシーズの入り口なんですが、エレベーターに乗ってからこの入り口まで約3分、アラモアナセンター好きには最高の立地だと思います。ウォルマートやドンキホーテも近いので、ワイキキのホテルとは違ったハワイを楽しめます。今回の動画は以上になります。ヘネオチャンネルをよろしくお願いします。